はい、こんにちは、海坊主です。 F1 2021 マイチームキャリア第19回目ですね。第1シーズン目の19戦オーストラリアグランプリとなっております。残すはね、あと2戦ってところでね、今シーズンが終わってしまいます。っていうかね、まあ最初のシーズンはね、ほんと我慢のシーズンって感じですよね。まあそれはね、もう最下層のチームから始めるって、まあしょうがないことだと思うんですけど、まあとりあえず、まあできる限りのことをやってね、2シーズン目につなげたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、まあレギュレーションの適合ってやつなんですけど、まあ徐々に進めていってます。で、適合させるとね、まあこのようにね、グレー表示に変わるって感じでね、まあ全部できるかどうかはわからないですけど、効果の大きいやつからね、とりあえず潰してってる感じです。効果が大きいとね、再研究がね、またこれまた大変なことになるんでね。はいはい、それではね、もうレースウィークエンドっていうことで、オーストラリアグランプリアルバートパークですね。何気にこのサーキット苦手なんです。はい、それでは行ってみましょう。この観衆の熱気は素晴らしいレースへの原動力となるでしょう。ようこそオーストラリアグランプリへ。今日の舞台であるアルバートパークのすぐ先には広大なポートフィリップ湾が広がっています。路面はバンピー、コーナーの数は16、ウェットコンディションでは難しさが倍増します。セーフティーカーが入る可能性も高いでしょう。最高のレース日和とは言えなくなりましたね。路面は滑りやすく、見渡す限り黒い雲が空を覆っています。雨のせいでグリップは大幅に低下するでしょう。第一コーナーは面白いことになりそうですね。こういう悪天候に対しては二通りの反応があります。チャンスと捉えるか、厳しいレース展開を予想してナーバスになるかですね。雨は強くなったり弱くなったりしながら何時間も降り続いていますが、その割には水たまりは多くないし、セーフティーカーの先導もなさそうです。確かに最初のコーナーをどう攻めるかが見どころですね。きっとすごいレースになりますよ。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション。2番グリッドスタートはランド・ノリス。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ボッタス、リカルド、マックス・フェルスタッペン、ルクレール、ペレス、ベッテル、サインツ、そしてフェルナンド・アロンソ、ガスリー、ストロール、エステバン・オコン、そしてツノダ、マッサ、ミック・シューマッハ、アントニオ・ジョビナッツィ、神風、ラッセル、マゼピン、ラティフィ、最後のグリッドはキミ・ライコネン。そろそろスタートの合図です。トラックに目を向けてグランプリ開始といきましょう。はい、オーストラリアグランプリスタートしました。またもやね土砂降り展開です。で、しかもこの苦手なオーストラリアで土砂降り展開っていう、勘弁してほしい感じですね。そう、メキシコもそうだけど、得意でないコースでね、雨に降られるとね、もうとりあえず必死です。1コーナーね、うまく抜けたなと思ったけど、2コーナーでね、インからガバガバガバーと行かれた感じでしたね。そう、やっぱりね、そう、市街地サーキットとかだとね、グリップが悪いのか、全然ね、メキシコよりも食いつかねえってイメージでしたね。そこら辺はね、本当にやってるのかどうか分かんないんですけどね、どうなんでしょうね。まあ言えることはね、最悪だってことですよ。もうどんどん抜かれましたよね。せっかくね、スタートで前に出たと思っても、これじゃね、あんまり意味ないですよね。まあどこが苦手かって言ったらね、この先のね、高速の左右が苦手なんですよ。なんかうまいライン取りがわからないっていうかね、スピンするんですよね、いつも。
なのでね、その結局のところここまでで詰めてても、ここのねストレート区間でね離されてしまうのでね、あんまりね詰めても意味がないって感じでね、抜きどころがないんですよね個人的には。だからどう考えてもあの高速の左右をね攻略するしかないんでしょうけどね。だけど F1 2020の頃からずっと攻略できてないのが現状です。はい、1周目ね終わって2周目入りましたけど、角田くんとねちょっと離れてしまったかなってところです。まあ一応ね差は詰まってるみたいですけどね、ストレート区間ではその前にいるね、まあ、ストロールとか、もしかしたらねそのストロールの前の方に遅い車がいてね、それに引っかかってる可能性はありますけどね。はい、一気にね差詰めてきましたね。やっぱねなんかの車に引っかかってるみたいですね。すげえ連なってますで今なんであんなことになったのかって言ったら、ちょうどね多分あの縁石にフロアが乗り上げたんでしょうね。全くね何にもできなくなりました。アクセル回してもダメだしみたいな、ハンドル切っても曲がっていかねえしみたいな。だから縁石がね抜けるまでねまっすぐ行くっていうね、わけのわかんないことになりましたね。だからあんまりね縁石使わない方がいいっていうのは分かってるんですけどね、ついついね膨らんじゃったりとかして、でここのね高速区間もね膨らんで右側の壁に当たったらね一発でね粉々になるんでね、そこも気をつけなくちゃなんねっていう。で何しろねここのコーナーで俺スピンしやすいんでね、ここも気をつけなくちゃなんねっていうね、もういろいろ大変でしたね本当に。やっぱ雨のレースはね楽しめないですね。もう一番はね前が見えねえって感じですね。いつものねドライバーズアイ、まあ、コックピットの中視点でやるとね本当にね視界が全然見えなくなりますからね。でこれもねテレビポット視点もねカメラの水滴を表現してるのかもしれないけど、いらないって感じです。タイヤから水しぶき上げてればねそれだけでいいって感じで言いたいですよね。はい、ってことでね残りはあと2戦、次のね最終戦アブダビで終わりなんですけど、まあねもうシーズン末になってくると気になるのが次のドライバーって感じなんですけどね、基本的にはねもう今のねマッサンでいいかなと思ってます。特に不満がないんでね、まだそのコンストラクターズランキングを争ってるとかって感じではなく、車のねあくまでも仕上げ段階なのでね、来シーズンのね半分までに車がある程度仕上がってくれば、そうですねもうちょっと早いドライバーを雇ってもいいのかなって思うけど、そうするとね誰にしようって感じなんですよね。既存のねチームからね現役のねドライバー連れてくるのもいいんですよね、あれはあれで、チーム間のねドライバーの移動がね活発になってくれるんで、まあ既存のチームから連れてくるとなるとね、個人的なドライバーのね好みで言うとねやっぱサインズかなって感じなんですけどね。基本的にはねサインズとリカルドのファンなんでね、だから F1 2020ではね最終的にはねチームメイトにリカルドを置きましたからね。まあ今回の2021の方はねレジェンドドライバーの誰かにしようかなとは思ってますけどね、プロスト、セナ、あとシューマッハ、この3人のどれかですね。はい重くそミスってますね。一瞬ね角田くん見えたかなと思ったんですけどね、それに気を取られたらね取り返しのつかない差がついちゃいましたよね。もうほぼほぼ一人の単走アタックって感じになってます。後ろもねそれなりに離れちゃってるんでね、で前もねそれなりに離れちゃいましたからね今ので。まあそのレジェンドドライバーですけど、まあ単純なイメージで言うとやっぱシューマッハなのかなって思いますよね。セナはね当時早かったけど、まあ、開発能力があまりないっていうそういう評価でしたんでね。で代わりにプロストもね、プロストの方はその走りんっていうよりも頭脳派って感じでね、確実にポイントを拾っていくタイプの人間でしたからねプロストは。だからなんていうんですかね、無理して1位を取りに行くっていうよりもじゃあ2位でいいやみたいな、そんな感じのね安牌を取る人でね、最終的なポイントで勝ってればシリーズチャンピオンでしょっていうそういったキャラクターだったんでね。であと開発能力に定評があったって感じです。でシューマッハって言ったらね開発能力も含めてね
完全無欠のドライバーってイメージでしたよね。まあちょっとダーティーな部分もありましたけどね。まあキャリア初期から中期にかけてって感じですかね。であとはね、ナンバー2はちゃんとナンバー2に甘んじるドライバーを好んでたって感じですよね。自分の立場を脅かすっていうよりも確実に俺のための仕事をしろっていう、そういった感じのドライバーをね、なんか好んでたようなイメージがあります。間接的にはね、現在のあのハミルトンがね、それに近いドライバーかなと思いますよね。あの表立っては言ってないですけどね、あの自分を脅かさないドライバーはやっぱ好んでますよね。だからこそボッタスを維持したいってずっと言ってる感じで、なぜロズベルグと組んでる時はね、本当にね、泣き言を言うわ、嫌がらせはするわ、散々なね本当に昔のハミルトンのイメージそのままでしたからね。でロズベルグがじゃあ清廉潔白かって言ったらそうでもなく、お互いねドロ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 した感じでね、あの頃のチャンピオン争いはね、見ててあんまり面白くなかったですもんね。はい、もうファイナルラップに入りましたけどね、もう本当に何事も起きなく前からはズルズル引き離されるわ、後ろからはね徐々に近寄ってきてるわ、まあまあ途中途中でね細かなミスを重ねた結果がこれなんですけどね。やっぱりウエットタイヤコンディションダメですね。せめてねレインレースだったらインターコンディションにしてくれって感じですね。まあどっちにしろ楽しめないんですけどね。もう途中からはね消化試合のつもりで走ってましたね。とりあえずゴールすればいいんでしょ的なね。はい、またトップはねハミルトンが優勝したみたいですね。ほんと勝ちすぎでしょ、いくらなんでも勝ちすぎ。せめてね2シーズン目はねハミルトン無双にならないことをね祈るって感じですかね。はい、フィニッシュです。よし、レース終了。とりあえずね最大のハイライトはね1コーナーから2コーナーで終わったっていうね、スタート直後のなんともつまんないレースでした。まあそれでもドライバーオブザデイはねなぜか持っていったみたいですね。本日の優勝とともに、すごいですよね、上にサンシェードついてるのにね、上から降ってきてますもんね。どういう雨なんだろうと思いますよ。はい、表彰式最後まで取れてなかったですね。1位ハミルトン、2位ボッタスの、3位にノリスが入ってます。4位リカルド、5位フェルスタッペン、6位ペレスっていうことでね、まあトップ3チームがね、まあ順当になってるって感じかな。もはやマクラーレンの方が強いですからね。はい、で7位にね、フェラーリ2台、サインツとルクレール。で、9位にね、アロンソが入って、10位にベッテルが入ってます。ドライバーランキングの方はね、本当にね、下の方、アロンソとガスリがね、入れ替わったぐらいですね。とりあえずね、ポイントの偏りがひどいので、あの、中堅チームはね、取れてないところは本当取れてないですね。本当にポイントの偏りがひどい。はい、コンストラクターの方もね、動きは少ないですね。つうか、ないです。本当にね、なんかポイントの偏りが2020の頃よりもね、なんか強くなってるようなイメージです。もうほぼほぼね、ポイント圏内をね、トップ4チームで分け合ってるので、まあその下がね、極端に少なくなってますよね。はい。ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。